ここは呪術幼稚園。将来立派な呪術師になる子供たちが集められた専門教育施設である。はい、みんな注目。みんな大好き五条先生が来たよ。先生おはよう。おはようございます。大好きかは置いといて、おはよう。おはようみんな。そして今日はなんと特別ゲストが来てます。みんなで挨拶しましょう。イジチおじさんです。イジチです、よろしくお願いします。五条さん、なぜ私はイジチ先生じゃないんですか？先生二人いたら紛らわしいでしょ。五条さんよりも私の方が年下なのに。改めまして皆さん、おはようございます。イジちゃんおはようございます。言えてないじゃない。イジちゃんおはようございます。お前もな。はじめましてイジチさん、おはようございます。伏黒くんは前に会ったことありますよ。忘れんなよ伏黒。イジチは影薄いからね。じゃあみんなもイジチおじさんに自己紹介しようか。まずユージ。はい、僕の名前は板取ユージです。好きな女性のタイプは。はいストップ。その自己紹介誰から聞いた？東堂。だからあいつはやめとけって言ったのに。東堂はいいやつだよ。変だけど。洗脳されてやがる。東堂は後で怒っておくから趣味とか答えてあげてよ。お見合いかよ。俺テレビ見るの好き。いいですね。今度おすすめの番組教えてください。はい、次野原。釘崎野原、こう言ってんよ。お前何言ってんだ。こう言ってんなんて難しい言葉知っててすごいですね。僕の教育の賜物かな。先生も何言ってんの。では次めぐみ。伏黒めぐみです。いつも五条先生がご迷惑をおかけしてしまいすみません。いえいえ、お気になさらないでください。否定しろよイジチ。はい、すみません。イジチさん、いじめないでください。伏黒は優しいな。イジちゃんのこと覚えてなかったくせにな。うるせえ。それでは今日はイジチおじさんも一緒に遊んでいきたいと思います。何かしたいことある人？はーい。はい、野原。お人形遊び。いいね。でね、これ使うの。うわー、なかなかクレイジーな人形だね。わあ、わら人形なんてどこに隠し持ってたんだろう。この人形さんにこうやって釘を刺すのよ。痛そう。残酷だ。最近の幼稚園児怖い。さすがに君らの教育に悪そうだから違う遊びしよっか。はい、じゃあ俺あれやりたい。なになに？あのね、こうやってハンドル回して車のドライブごっことかかな。いっぱい弾が出てくるやつ。それパチンコだね。可愛くないからやだ。俺もそれ嫌だ。それやると親父が俺に構ってくれなくなる。そっか。うんうん、そうだね。違う遊びにしようか。めぐみは後で保護者面談するからね。まずい、このままではろくな遊びが提案されない。定番ですが、お絵かきなんていかがでしょう。お、いいね、それ採用。みんな、画用紙の準備しよっか。板取、緑のクレヨン貸して。あいよ。白色誰か持ってないか。ほら、貸してあげるわよ。みんな、のびのびお絵かきしていて微笑ましいな。ユージが描いてるゴマのついた白菜、かわいいね。これ五条先生だよ。世界一かっこいい白菜だね。五条さん、また適当なこと言ってる。野原は何描いてんの？マキお姉ちゃん。野原はマキのこと本当に大好きだね。こっちの子は誰？私、マキお姉ちゃんと手つないでるの。じゃあ野原が踏んでるこれは？先生。野原は五条先生のことも大好きだね。それでいいんだ。伏黒くんが描いているこれは犬ですか？玉剣。影遊びもできるなんてすごいですね。クオリティ高いな。玉剣。玉剣。
あれ？どうしたの、めぐみ。極拳出ない。術式だったんだ、極拳。あん！ほら、伏黒、板剣出たから元気出しなさいよ。お座り。あん！よし、いい子だ。あん、あん！よかったですね、伏黒くん。微笑ましいな。やば。何この感情。これが母性。気持ち悪。お絵かきが終わると次は運動です。じゃあ次は外で遊ぼうか。いじちゃんこっち。いじちゃん鬼ごっこしよう。いじちさん、俺の塗り絵見てください。かわいいが渋滞してる。なんでいじちが大人気なの。だって先生と鬼ごっこしたら空飛んで逃げるじゃん。五条先生と遊んだら無事で済まないので嫌です。大人げないのよね、いじち。自業自得ですよ。怒られるから言わないけど。今日は空も飛ばないし大丈夫だって。僕も混ぜてよ。じゃあ先生も早く。イタドリ、そんなに走ったら危ないわよ。それフラグ。あ、いて。イタドリ君は派手に転んでしまいました。慌てて私たちが駆け寄りましたが、膝からは血が出ています。泣くなよ、男だろ。泣いてねえし。大丈夫か。ほら、ユージおいで。先生が特別なおまじないかけてあげるから。おまじない。痛いの痛いの。イジチのところに3倍になって飛んでいけ。なぜ、なんで私のところに。しかも3倍で。痛い。これはすごく痛いですね。ね、イジチが痛みを肩代わりしてくれたからもう痛くないよ。演技には自信ありませんが、イタドリ君のためなら。イジちゃん痛えの。ええ、ですからイタドリ君はもう大丈夫ですよ。それ俺のせい。え、ごめんな、俺のせいで痛いんだよな。優しすぎる。あんたのせいじゃないわよ。五条先生が悪い。僕？私は本当に大丈夫なので。でも心配だからちゃんと治療してもらおうな。お前もな。五条先生も頭の方見てもらった方がいいんじゃないですか。子供たちの純粋な優しさが目と傷にしみるね。別にうまくないわよ。それより早く手当てをしましょう。イジチの手当ては僕がしてあげるよ。遠慮しておきます。五条さんなら言葉通り傷口に塩を塗りかねない。幸い板取君の怪我は大したこともなく、その後も元気に走り回っていました。先生さようなら。さようなら。まあまあ楽しかったわ。どれほど楽しい時間にも終わりは来るもので、お迎えの時間になると名残惜しさからむせび泣く声が聞こえてきました。本当に帰っちゃうの。もっと一緒に遊ぼうよ。わがまま言わないでください。ごめんな先生、明日も来るからさ。毎日飽きないわね。このやりとり毎日してるんだ。絶対絶対明日も来てよ。僕寂しいと泣いちゃうからね。黙れよ28歳児。イジチさん、今日はありがとうございました。また遊ぼうな。今度は私のお人形遊びにも付き合ってよね。はい、もちろん。また遊んでください。僕も帰りたいな。五条さんは働いてください。呪術幼稚園は将来呪術師になる子供たちが集められた教育施設。願わくばいつまでも彼らが笑って過ごせますように。